年おめでとう。10周年ありがとう。Down the street tonight, see my bum by the heavy gym. Jesus help us, holden time. Ain't got nothing for the big old gun. I gotta go, go like a broken bow. I gotta go, go like a cowboy. I gotta go, go like a broken bow. Susie waiting like a puppy at the door tonight. Hey.さあではモロゲンのイフのコーナーでございます。お題いきましょう。さあ今度のお題は何でしょうか。じゃじゃん。もし自分以外女性だったら。お、これどういうことだ。僕が女性だったらってことじゃなくて、自分以外が女性だったらってことですよね。世の中が全員もう女性だらけだったら、だったら、あ、そういうことね。だから一夫多妻制みたいになるか、そのもう日本の法律にのっとるかってことでしょ。いやそれはもう一夫多妻ですよいやいやいや、だって僕がそこで繁殖させない限り、僕ずっと一人なわけでしょ。男、もう僕がずっと女の子しか種つけれない可能性もあるけど、いやいやそれはもうあれですよね。僕がその人間、人としてとかじゃなく、もうオスとしてそうじゃないとダメじゃないかなって思いますね。だってそれこそほら、僕イバラさんにキングダムを紹介してもらったんですけどね、この前。昔のその中国の話で、もうそこ1週間ぐらいで全巻、今出てる分は全巻、まあ、読破したわけですけど、キングダムの世界のあの時代ですらやっぱりその一夫多妻じゃないですけど、その王様のね子供を産みたいじゃないですけど、産むためにいろんな女性が毎夜毎夜王様の元に行くわけですよ。だからそれは王様の遺伝子を残さないといけないっていうことじゃないですか。それはその他のね男たちがいるけれども、で男しかいない、男が僕しかいない世の中だったら、僕はもう王様なわけですよ。だったらもう子孫を残さないと。これはもう、これはもう僕はやりたいからとかじゃなくてやりたいからとかじゃなくても責任ですよね、それは。うん、そこでもうなんか、いやもう僕は一人の人しかしませんって言ったら、もうその例えば女の人が、じゃあ1億人いるとしましょう。僕は1億1人の人口の中の1人の唯一の男だと。で1人の女性としかそういうことにならなかったら、9999万人がずっと持て余すわけですよ。9999999999人かね。えそんな世の中、いやいやいや、ダメですって。やっぱり生き物として、生物として、それは僕はもうやるべきことやるところか、まずやるべきことやるべきだと思います。来た来た、これや絆磁石って言うんだ。旧大点ではありますね、うん、よしよっグレイン様、私たちの力を信じましょう。信じる心が大事ですわね。うわー、やめろやめろ、頼む。警戒態勢に。うわー、もう嘘やろよしよし、もう焦った、もうもうここに来て底打ちはもうほんとないです、なし。うわー、
あ、なんか緑色になった。いや、開いた開いた。これ分かったろ、赤保留。私に力をお貸しください。燃え勝手に来い。いやー、7が良かったけど。さあ、来い。参りましょう。すごいか。よし、とりあえず単発は免れたね。あとはこれが16ラウンドであることを祈るのみ。よいしょ。よし、さあ、もう1回頼む。 50%。 よし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 、まずは一発目。ビッグバンボーナス、負けたなんて認めない。さあ、絆自作一歩近づきました。次も負けられません。あ、行こう。16ラウンドあと一発、頼む。もう一回絆自作を聞かせてください。105分の1を引いて 20% ではなく 50% を引く。イメージはバッチリ。あー、ゴール来た。よし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 、イメージ通りです。 OK 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 OK、 7点しろ、7点。もう何なら6か6か。めんどくさい。あー、頼む。もうここで勝て。よし、さあどうなる、さあどうなる。これが16ラウンドなら大逆転勝利です。30% ではなく 50% です。行きたいのは 30% のボランドはいらんぞ。あ、なんかこれは来たの。やった、やった。いやー、ここまでなら大逆転。いや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 、はい、聞いた。また来ました。キズナ自宅、覚えて帰ってください。いやー、よかった。3連勝初めてじゃないですかね。いやー、しびれた。今日の勝負はしびれた。あー、銀河オートメン面白いな、ほんと。あー、ちょうど寒かったんだけど。次も負けられませんわ。頑張れよ。はい、発見中、もちろんこれ争い事は急なのですが、レーダーに反応はありません。あら、2ゲーム連続はまずいんじゃないこれ。危険です。アンネームに囲まれています。わー、これは負けたっぽいな。我に逆らうか。早い。参りましょう。あ、でもギャラクシーだ。あー、やっぱダメか。愚か者め、食らうがよい。
こまでなの。いや危なかったっすね。あー終わった。いやーでもギリギリだったな。では機関消火してやめますか。これはまだ架空編ってこと、これそれともここで当たるってこと、どういうこと、え、あ、なんだなんだ、こういうこと。終わりました。左打ちに戻してください。じゃあやめます。あれ危険です。マジに囲まれています。え、マジで？我に逆らうか。参りましょう。あれ、これ負けてもとりあえず補通があるってことじゃない？わわわわわ、マジかよ。あれ、最後の右打ちの分で行ったってこと？わぁ、わかつやろ、こんなの。ちょ前にも一回こんなのありましたよね。あれ、でも愚か者め、食らうがよい。あ、相方の方が先に倒れた。ロイヤルガーディアン。え、これ勝つやろ。まあ負けるんだ。え、右打ちでご注意だってこと？いやいや、え、いや、うわ、やっぱご注意いた。うわー、パカパカしてたもん。いらねえ、もう。うーわー、よし、終わり。今度こそ終わり。左打ちに戻してください。いやー、やりましたね。大逆転勝利でございます。立ち上がりが悪いのは、まあ、毎度のことなんですよね。あんまりこう前半からバーっていくことがなくて、まあ、前回も確かまあまあ苦しんだと思うんですけども、今日は本当にね、もう負けを覚悟しておりました。一撃で最初のその辺りがダメで、次の辺りがね、8000発ぐらいで終わってしまったでしょ。で、残り約も1時間ぐらいでしたから、もうこれは時間的にも厳しいなと。ただ銀河乙女があまりにも面白いから、もう一回当たるまで頑張ってみようと思いましたところ、危なかったですね。ギリギリでございました。というわけで本日の結果、投資が9250個、そして回収が1万トンで39個ということで、プラス789個でございました。番組始まって以来の3連勝でございます。そして、サードシーズンが勝利で発信ということでね、非常にまあ今回は満足のいく回でございましたけれども、これにてですね、オープニングでお話しておりましたアイテム、キーリングですね、一応今のところ希望はサンローランでございますけども、キーリングをゲットでございます。あとは車を買うだけ。何を買いましょうかね、本当に。もうベッドザアイテム終わったらベッドザカーかなんかやるかい。車買うための番組かなんかね。いやー、でもそれをねやってもなんとかなるぐらい、ちょっと調子が上がってきましたね。いやー、よかったな今日は本当。まあ打った台自体はね、ちょっと古めの台で、まあミドルは1年前ぐらいだった
ったと思います。で、MAX 自体は確かもう2年前ぐらいの機種に、なるんですけれども、いやいや皆さん、ねえ、絆磁石、曲名だけでも覚えて帰ってください。もうあれは本当に名曲ですよ。ちょっとねテンションを上げたい時とかにもね、ぜひ皆さん聴いていただければなと思いますし、なんかやっぱそのファンが多いのもうなずけますね本当に、うん、ああいうシリーズっていうのは、このベッドザアイテムをやる前まで僕やっぱそのパチスロもパチンコもそういう萌え系っていうのがちょっと多分苦手で、そこまで萌えの要素がない窓マギすらちょっと苦手だったんですよ。にもかかわらずやっぱ今はああいうキャラのね、一挙手一投足にドキドキしてる自分がいますし、ああいう曲にテンションが上がってる自分がいますから、ああちょっとまあもうあの機種に関してはそっちもなかなかないでしょうけどもね、絆磁石だけはどうか皆さんこうなんか検索して聞いていただければと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあというわけで、今回の別アイテムなんとかサードシーズン勝利発進という形になりました。次回も勝利目指して頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。では私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。